どうも、テソです。今日はじゃん、白だしを使ってバズレシピのリュウジさんが作ってた奇跡の味玉を作っていきたいと思います。よっ、はい、沸騰しました。卵を4つ、はい、冷蔵庫から今出しました。冷蔵庫から出したてがいいようです。黄身がトロトロになるらしいです。はい、いきなり割れました。はい、6分半経ちました。1個だけ浮いてます。卵の先端とケツがあって、ケツの方を割るとここに空洞ができてるそうです。ケツの方を割って水を流しながら水圧で卵を抜きます。綺麗に抜ける。これは食べちゃいますか。いただきます。おいしい。はい、4つの予定が3つになってしまいましたが、このまま続けたいと思います。はい、みつかんのプロが使う味、白だしを買ってきましたので、50cc 白だしを入れます。水が 70cc 空気を抜いていきます。水の中に入れてやると空気が上に来て抜けてきます。はい、綺麗に空気が抜けて卵が浸りました。これを、冷蔵庫に入れて漬けておきます。はい、1日漬けました。じゃん、こちらです。全然色変わってないです。白いままです。これを切る前にネギを切りたいと思います。はい、万能ネギ。じゃーん、切ってみましょう。はい、トロトロです。これと、もう一個。はい。わー。じゃーん、ご飯。ご飯に味玉とだしをかけちゃいます。
でネギ出来上がりです。美味しそう。奇跡の白味玉作ってみました。いや疲れた疲れた。軽くワインを飲みます。皆様今日も一日お疲れ様です。乾杯。うん、いいって。ではでは食べてみます。いただきます。まずは卵、まあ卵しかないんですけどね。じゃーん、中が半熟です。うん、おいしい、おいしい。あ、うん、酒が進む。意外、いい味です。しっかり使ってます。黄身。うん、おいしい。こういう味ですけど、上品な感じ。ご飯には何かもう一アクセントが欲しいですね。まあまあ美味しいです。卵はすごく美味しいです。やっぱりラーメンとかかな、これを入れるのは。つまみとして美味しいなと思います。奇跡の白味玉、これも美味しくできました。うん、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた明日。ごちそうでした。さよなら。Yum!